時にどんよりってことは敵がいる。やっぱり出た。仮面ライダーがウクソくらいだ。思いっきり暴れてやるぜ。仮面ライダーを応援してる奴はどいつだ。お前か、それともお前か。会場のお友達には手を出さないで。なんだと。だったらお前から手を出してやる。どうぞ。でドライブスタート your engineSpeed! お姉さん、このシフトカーを持って。動けた、ありがとう。人の仮面ライダー、我々の邪魔はさせん。派手にやってくれるな。だが調子に乗るのもここまでだ。おふざけ、貴様を倒してこいつらを恐怖のどん底に叩き落としてやるぜ。おうよ。大口を叩くのは一っ走り付き合ってからにしてもらおうか。行くぞ。ドライブ応援するよ。隊長だ、ベルトさん、このまま一気に行くぜ。しんのすけ、名は禁物だぞ。しまった。来るな。女の余地がどうなってもいいのか。行った先から動くんじゃねえぞ。新兄さん、お前なんであそこで銃を撃った。ああ、あれ見事だっただろ。あの状況じゃなかなか撃てないよね、特に警察官は。ふざけるな。もし弾が人質に当たったらどうするんだ。大丈夫、外しゃしないよ。それとも何、あのままお姉さんが連れ去られてもよかったっての。いいわけないだろ。でもな、慎重に行かなきゃならない時だってあるんだ。お前は大胆すぎるんだよ。またお説教。んな甘っちょろいこと言ってるとまた被害者が出るぜ。新兄さんも例の事件追ってるんだろ。ちょうどこの辺りじゃなかったっけ、被害が頻発してるの。バカ、お前余計なこと言うな。例の事件って知らないっと。ねえ、例の事件って何よ。私たち何も聞かされてないわ。実はこの周辺で人が何人も蒸発してるんだ。え、その蒸発した人物ってのが問題でさ、遺伝子やら情報工学やらに精通してるような研究者科学者ばかりがいなくなってるのさ。怪しい匂いがプンプンするぜ。確かに、これでこの事件にロイ・ミュードが関与してる可能性は高くなったな。どう新兄さん、
何かつながった？遺伝子情報工学。ここに現れたロイミュードは暴れただけ。あーダメだ、今一つつながんねえ。それじゃお楽しみは俺からってことで、お先に失礼するよ。ダメだ、お前は突っ走りすぎる。この事件には関わるな。ロイミュードの撲滅は俺の使命。いくら新兄さんの言うことでもそれは聞けないな。だったらお前を逮捕する。そんな無茶苦茶な。それがお前を止める究極のブレーキだからな。待て待てって言われて待てつがいるのかよ。バカ、遊びじゃないんだ。おいお前本当に分けてるのか。おい待て、待て。大丈夫かなあの二人。お姉さんちょっとあの二人のこと心配だから探してくるね。みんなまた後でね。どうだどうだ。セン、バイバイ。なんだなんだ、そんなに教えてほしいのか。究極の進化体とはつまり不死身のことだ。私が要する完成する科学力でお前たちは不死身になる。そして肉体が強靭になる。どうだ分かったか。わからんのか。そうか、じゃあもう少し説明をさせそうだな。お前たちが集めた負のエネルギーが再生と破壊のエネルギーにつながる。そして再生するために肉体は強靭となり、いずれは不死身になるというわけだ。寝てる。私の科学力がすごいだろう。どうだ、寝てる寝てる。寝てる？寝てる？寝てる！寝てる！おおおおお、大丈夫か？意味が止まってるぞ、お前。おい、起きろ起きろ。意味が止まってるぞ。危ない危ない危ない。うるせえ。おお、俺にそんな難しいこと言ったって分かるわけねえだろ。聞いてきたよ。理屈っぽい人間ばかり吸収しやがって。で、どうすんだ？またこいつら脅かしゃいいのか？うおおおおおここでは興味や絶望のエネルギーはもういい。ここでは欲望のエネルギーを集める。欲望のエネルギーっていうのは恐怖や絶望と違って脅かしてはかえって逆効果だ。まあお前には脅かしてわからんだろうから、お前はあっちの方に行って恐怖と絶望のエネルギーを集めてこい。ここは私に任せておけ。わかったか。頼むぞ。あっちの方だ。こちら。ちょっと、あっちの関係分かってないんだよな。あいつ、さあ、人に対してなんだよ。ごめんねえぞ。まあ、まあいい、まあいい、まあいい。さあ、ここからは私がお前たちに協力してもらい、欲望のエネルギーを集めさせてもらう。さあ、欲望のエネルギーを集める前に、まず私は元気な子が好きだからな。大きな声で、はーいと返事をしてくれよ。まだだ。私がせーのと言ったら、はいって言うんだぞ。お前たちはすごいな。早いんだな、言うと。行くぞ、せーの。これは何だ？映ってる？イエーイ。よし、じゃあ今から何人か連れてくるからな。その後、ツーマンが手を挙げてくれ。よし、じゃあ君元気だったから君